今、皆さんにもできることっていうのはたくさんあると思います。本当に身近なところから解決していくっていうのが、えー、とてもいいと思います。あの、ゴミ問題でもいいですし、最近、あの、プラスチックの話とかも結構環境問題として出てきてますし、 あの、本当に身近な周りの人で困っていることがあったら、そういった課題を解決するっていうことでもいいと思うんですが、こう、身の周りで気になっていることに対して、何かこう、小さなアクションを起こしていくっていうことの積み重ねが、もしかしたら将来的には、それを企業体として、まあ、企業家としてやってみないっていうことになっていくかもしれないんですけれども、最初からそんなに大きく考えるんではなくて、最初は何かこう、本当に身近な人が困っているペットでもいいと思いますけれども、 困ってることを解決しようっていうところから始めていくっていうのがいいと思います。